リーグ最終戦、競争正臣 VS 津田まりな。果たして勝つのは。データ、経験、時の運、己の持てる力を駆使して5人の馬券師がここに激突する。そして第2レースはダート 1800m の2歳未勝利戦。津田が好きだという冬の中山ダート 1800m だが、まずは競争の予想から。本命は15番のキュアンです。大型馬が2番目にで重い馬ですね。競争の本命は3番人気の15番キュアン。前回が初ダートだったんですけど、スタートで少し後手を踏みながらも早めにこう足を使いながら最後まで長くいい足を使ってましたから、1分49秒2の走破時計は若干物足りないんですけど、状態面の上積みを考えれば今回は当然勝ち負けに加われる一頭かなって感じはしますね。対抗評価のアシャカトブはデビュー戦から前回でハイペースに引っ張ってもらったとはいえ、走破時計を2秒9詰めてきましたから、やっぱり一戦ごと状態も上向いてますし、今回は初の中山コースがいくらか鍵にはなると思うんですけど、この馬もどちらかといえばパワータイプの馬なので、コースがありゃ別にマイナスにはならないかなという。注目馬は15番のキュアンです。津田も競争と同じく本命は15番キュアンだという。競争さんがいいって言ったから私もキュアンにしようかなと思いましたっていうのは、冗談で、馬体重がこのメンバーの中で2番目に実は重い馬なんですよ。で、1レースのダート1000人を見て、確かになんかちょっとパワータイプの馬が来る感じではないのかなっていう不安はあるんですが、あんまり金額は私も張るつもりはないんですけど、とりあえず計画通り重い順作戦を。冬の中山ダート1008がもう大好きで、冬になって寒くなると多分パワーがいるようになるんですよ。で、本当を言うともっと寒くなって凍結防止剤を撒くようになるとよりパワーがいるようになるんですけど、冬ってもう中山ダート1008は馬体重重い順に買ってたら結構当たる。まずは競争が馬券を購入。買い目は15番10番の馬単1点3000円。ステレースみたいなイメージはあるんですけど、まあ、その中で最大限プラスを多くするのを考えると、キュアンからもう相手を一点に絞ってアシャカトブ。津田が購入した馬券は、買いました、10番15番軸のワイドフォーメーション、1点2000円、合計12000円。相手は馬体重が重い馬、9番人気の4番ロネガン、10番人気の5番トモジャナイト、11番人気の13番ベルウッド火山、人気薄の3頭。共に狙いは10番と15番。果たして結果は。キュアンがもう2番手を取ろうとしてます。キュアンいいじゃないですか。1レース乾いたんじゃないですか。砂ぼこり上がってますよ、ね、なんか1レースより砂ぼこり上がってる感じしましたね。でもさそうな、いけそうな、いけそうな、やばい、私やばい、やだ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 あーやばい、あーやばい、ありがとうございます。単勝でよかった、単勝1万でよかった。単勝4倍ぐらいついてたんですよね。5倍ですよ。5倍になってる、やだ。1着15番2着10番で競争の馬単が見事的中。津田は相手の人気薄が5着と6着、狙いは悪くなかったようだが、怖い競争さん思ってたより怖い。あんな外回ってなんで届いたんですか。いや、あれはあの馬の脚力がやっぱり未勝利じゃ上のものがある証明だと思いますよ。